来るの？いきなり1万円。しかも新卒じゃんこれ。いる？いるいるいる。やったー、ありがとう。頑張ったから。あ、国家試験？うん。買ってくる。でもだけしないでね、それだけ。うん。ちゃんと使うものだけ買ってくる。うん、そう。さき。お土産何欲しい？おもちゃ、おやつ？おもちゃ？おもちゃで反応すんの？はい、かな。うん、行ってくる。バイバイ。皆さん、やはりくチャンネルのあらみです。はい、家に帰ってきました。見てください、こんなに大量にお買い物できちゃいました。前回も進級祝いでいきなり1万円やったんだけど、今回は無事ね、国家試験が終わったということで、お疲れ様で、家の1万円くれました。本当にありがとう。はい、じゃあね、買ったもの紹介します。ね、イオン行ってビレバンとか洋服屋さんとか百均とか、マジいっぱい買いました。マジでちょうど1万円くらいですね。じゃあまずはビレバンでは3個買いました。それがちいかわのビックラ卵、バスボムですね。マスコットが出てくるバスボム、サウナとアイス2個と、もう1個普通のお風呂上がりマスコット1個買いました。ロミネ、お風呂入るとき絶対にもうちいかわのこのバスボム入れて入るので3個買っときましたね。でもね、いっぱいマスコットも集まってきてるから、コンプ目指して今日もお風呂入ります。で、次が300円ショップで買ったもの。300円ショップでは3個買いました。これは普通に家で使う日用品ですね。ロッキーの、ダメ、ロッキーじゃないよ、ハバホ。はい、これがストックバッグ、保存用のね、ジッパーバッグみたいなので、食材とか余ったの入れる時とか、いつもね、300円ショップのやつ使ってるから、今回も同じの買いました。もうなくなってたからね。で、あともう一個が、これ300円ショップだけど500円の商品です。これね、ずっとね気になってたの、クリップ湯切りみたいな、湯切りのためのやつです。で、これがロミね、料理の時とか、例えばうどんとかこう茹でてる時に、鍋にこれをこうつけて、こうやって鍋そのままこうやってやると、うどんが出ないでここから水だけ出てくれるから、めちゃくちゃ便利なんですよ。 TikTok で見ててずっと気になってたの、だから今日使ってみます。500円だしね。で、次はじゃあロッキーたちのお土産いきますか。はい、ロッキーたちのお土産はじゃん、おやつです。いっぱい買いました。いつもいきなり5000円の時は足りなくて、おやつ1個とか、まあ、だったんですけど、今回3個も買っちゃったから、まずはじゃん、煮干しで、次がささみで、最後がじゃん、卵せんべい。これね、全部ロッキーたちが大好きなやつだから、早速ね、今ちょっとあげます。で、これはね、リクもね、歯が弱いからリクも食べやすいようなおやつ買いました。いい匂い、めっちゃ。はい、ロッキー。はい、レイちゃん、いいよ、食べて。リク、リク、ちょっと今いないで後であげます。よし、じゃあ次は100均で買ったもの。100均はね、買うつもりなかったんだけど、ちょっとちらって見てみたら、あ、これやりたいと思っていっぱい買っちゃったの。前からのみ刺繍をやってみたくて、その刺繍の材料をいろいろ買いました。気になったのは、ほら、自分のさ、絵を T シャツとかハンカチとかに刺繍したりしたら可愛いじゃん、絶対。だからロッキーの、キャラクターの絵を描いて刺繍にしたいと思ったんで、いろいろね買いました。じゃん、まずはこれ刺繍枠で、トレースペン、これ写したりするやつですね。で、あとは刺繍糸、ロッキーカラーのやつ選びました。白と茶色とかレイとかの色ですね。で、刺繍針、針ね、あるけど一応買いました。で、あとこれが刺繍を自分でやったやつを飾るフレームですね。で、あとはこれがカーボン用紙で写したりするやつ、自分の絵をね。で、あと最初はハンカチから始めたいなと思ったから、ハンカチ、まあロッキーレイヤーのね、刺繍しやすいようなやつ買いました。手ぬぐいですね。100均はこれで以上です。刺繍ね、うまくできるか分かんないけど、一回やってみようと思ったんで、
またね、うまくできたら動画でもやろうと思います。続いて洋服屋さん、あのね、イオンに可愛い洋服屋さんあって、めっちゃね、いい感じのズボンを見つけたんで買いました。あの、今日買った中で一番高いです。じゃーんね、違うよ、ロッキー、ロッキーじゃないって。めっちゃ可愛いズボン、こんな感じ、可愛くない？なんか今流行りの韓国風のね、こんな感じのシャカシャカズボンです。こういうタイプのズボン持ってなかったから買いました。3000円ちょっとですね。よし、オッケー。そして次は、あ、最後はスーパー。あのね、もう本当にあのロミね、スイカが大好きで、スイカ食べたいと思ってスーパー行って買ってきました。で、他のもね、いろいろ買ったんですよ。はい、じゃあまずはスイカ、ロミの大好きなスイカ。マジね、果物の中でもう一番かもしれない、スイカ超大好きなんで買っちゃいました。スイカ500円くらい。あともう一個大好きなのが、じゃーん、トウモロコシ。マジトウモロコシ超大好きなの、ロミ。直売店でいつも買ってるんだけど、最近売り切れてたからイオンで買いました、2本。で、あとは、あ、これロッキーたちにバナナ、ロッキーたちにだよ、これバナナ食べて、後でね、後で食べようね。で、次がパパに、じゃん、コーラとポッキーアイス。あった、うん、はい、お父さんね、コーラもポッキンアイスも超大好きだから、うん、買ってきました。で、最後が自分にお菓子。あのね、なんか夏限定の美味しそうなグミ見つけちゃって、南国フルーツミックスの果汁グミ、なんかマンゴーとかパインとかスイカの味になってるから、マジ美味しそうと思って1個食べてみます。匂いはすごい、なんだろう、マジフルーツ、うまっ。はい、こんな感じで1万円で好きなもの買えたんでよかったです。ロッキーたちのお土産もね、喜んでくれてよかったです。じゃあ、ということで今回ね、あの、いきなり1万円でいろいろお買い物してきました。またこんな感じで購入品動画見たいよと思った方も、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。リクエストもどんどん書いてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。